Sí.先生はね、そんなね、あんまりこうパロディとかね、パロディとかで笑いを取ろうっていうことはしない人ですからね、ワン先生はね。一切ないですもんね、パロディ的な要素はね。ないない。見たことない。ワン作品でパロディでギャグとかね、見たことないですよ、本当に。ないですね、断言。きっぱりですよ。きっぱりないですよ。はい。なんかさっき話題に出てましたけど、8月から料金プランがなんかどうたらこうたらっていうのは、あれは、配信する側が払わなきゃいけない感じですかね。見る側がお金払わなきゃいけないんだったら宣伝の意味がなくなっちゃうから、宣伝ではなくなってしまうから、お金払わなきゃ見れない宣伝なんてダメでしょ。しましょうかね。いろいろ考えてしまうな。あ、こんばんは。どうも、お疲れ様です。今日はね、
ドローンさんからいただいた、T シャツで仕事してます。YouTube か。俺もついに YouTuber か。チューバーですか、チューバー。チューバーってあれでしょ？部屋の中でさ、なんか物を爆発させたりとかして、ウェーとか、なんかこう、リアクションしたりとかするやつでしょ？俺もうやってた。俺もうやってた。このユーチューバーっていう言葉ができる前から俺やってたね。先駆けだよ。爆発させて、ウェーウェーウェー、こんな感じでいいんですか、ね、それともなんかゆっくりみたいな喋り方すればいいのかな。 ゆっくりみたいな喋り方じゃない、ゆっくりで、あの音声ソフトで喋ったりとかするとそれっぽいのかな。ソフトの使い方わかんねえから、俺がそういう喋り方をすればいいのかなあ、なんて。子供がすげえマインクラフトの動画ばっか見てるんですけど、全部ゆっくりみたいな、あの喋り方で子供が真似するんですよね。困ったもんだって思うけど、まあしょうがないか。 俺もガキの頃カラオケでタマとか歌ってたからな。 タマ歌ったら親父にすげえ嫌な顔されたな。なんじゃその歌っつって。初めて木星に着いたよっつって、ピッテカンとロプスになる日も近づいたんだよ。こんな感じで喋ればいいんでしょうか、わらわらなんつって。 ああそうなんだ。ゆっくりは作り手によってはイントネーションが違う。そうなんだ。あれイントネーション変えられるんですね。自動でああいう感じになるんじゃないんだ。
ゆっくりご飯召し上がってください。いってらっしゃいませ。まあなんか学校でやっぱみんな見てるみたいでね、そんなに面白いのかな。なんかあれだね、ゲーム画面をなんか流してるだけじゃなくて、マインクラフトのあの、ゲーム内のあのね、アライドと立体化したみたいなあの感じのポリゴンでマッドを作って、シャレコアとかね、あのなんだっけ、シャレコアじゃなくてなんだっけ、何コアだったかな、意味コアだったかな、意味が分かると怖い話だったかな、あんなやつとかすげえ好きみたいですね。いつの時代も子供はね、ジャンクな文化が大好きだから。駄菓子屋さんとかね、今はなんかもうね、懐かしの風景みたいな感じになって、なんか大人、おじいちゃんばあちゃんとかはなんかね、駄菓子屋行ってる子供とか見ると、なんか昔ながらでいいもんだねみたいなことを言いますけど、でも実際じいちゃんばあちゃんがあの子供の頃に駄菓子屋とか行ってたら親から怒られたもんなんですからね。それがやっぱ定着するとなんか良きことのようになるからうちの子供らが年寄りになる頃にはね、チューバーとかマイクラとか、あれがなんか懐かしの良きものになるんでしょうね。ジャンプ50周年ですが、先生が好きなそんなものはジャンプ作品で好きなものって、そんなものはなんか、ね、聞かなくても分かるでしょうドラゴンボールですよ。一時期はもう鳥山さんの新しいもの、ね、漫画の内容がどうこうとか、もう間の週飛ばしちゃったから内容が分からないとか分かるとか、そんな問題じゃなくて、鳥山さんの新しい絵が、新作の絵が見れるっていうだけでジャンプ買って読む価値ありましたからね。それぐらい画期的な人だったんですよ、鳥山さんは。あれこそ天才ですからね。でももう本当にね、鳥山さんぐらいの、あれは本当に才能の塊であって、あれほどの才気あふれる人、結局30年近くジャンプ読んでるけど、ついぞ現れなかったね、鳥山さん級の人は。小田さんはやっぱり究極の努力の人っていう印象ですからね。努力型の究極っていう、要するに全部理屈があるんですよね。理屈で全部組み立てて面白いものを作るっていう人の究極で、まあそっちの方がなんかクレバーだしね、それはそのすごさとしては全く天才に、まあそれも天才ですもんね。っていうのは、まあ、担当さんが言ってたんですけど、まあ本当にね、鳥山さんの計算では作れない感じ、計算では作れない面白さを作る人、唯一無二だよな。お、アイシールドの色紙、ありがとうございます。サイズ合ってましたよ、ぴったりです。
あ、こちらこそありがとうございます。大変着やすいです。着心地が良い。ログは見てて。そうなんですよ。どんな美少女忍者なのか、どんなかな。美少女になる予定ですって。いやいや、なんかね、そうだな、せっかく覆面してるから、まあ意外性持たして。そうだね、俺、ジャガー、ピュートフクジャガーに出てきたビューティー田村みたいな、あの女の子なんか別に可愛くないんだけど可愛いじゃないですか。こんな感じとかいいですよね。あのギリギリのラインうまいですよね、宇佐先生。宇佐先生うまいんだよな、なんか生々しいとこをつくのが。うまいですよね。キャラデザイン、そんなに美人じゃねえんだなっていうのが分かるラインで、嫌悪感も与えないぐらいの感じで、しかもなんか隅っこにいると確かにこいつ怖いなっていう感じもちゃんと出てて、ああいう感じの子が描けるといいね。ああ、久保先生ね、久保先生は天才ですよね。キャラの描き分けの鬼ですよね。初めの一歩のプリプリ、ああ、ちょっとまだ分かんないな。地味な感じの女の子の顔ってね、あんまり描いたことないから。ああ、そんなことねえか。アイシールドでいっぱい描いたか。どんな感じがいいんだろう。どうする？スターウォーズのローズみたいな感じだったらどうしよう。これは地味だ。忍者か。眉毛なくてもいいかな。ていうか、そもそもビューティー田村ってどんな顔してたっけ。
こんなじゃなかったっけ？大友先生が描く醤油顔の美人みたいな感じとか。ヨーダでもいいですよ。 ヨーダ、ヨーダか、おばあちゃんか。あ、でもおばあちゃんいいじゃないですか。おばあちゃん新しいな。ヨーダババ、嫌 だな。そうそう、定番の美人じゃない女の子を描きたいね。背筋すげえな。背筋がでかくなっちゃった。この間書いたのボツにして書き直してますね。なんか目の周り黒くしてるらしいね。目の周り黒くしてるんだったら、マッドマックスを思い出しちゃうね。デスロード。
水木と被るな。どうしよう。あんまり女の子のバリエーションもないからな、俺。髪型とかね、ちょっと勉強しなきゃな。よし。ぐるぐるほっぺにしようかなと思ったんですけど、まんま服部君から持ってくるのもあれなんで、髪飾りぐるぐるにしてみました。あれあれ、なんだっけ、ほら、あの人、シン・ゴジラでさ、シン・ゴジラでなんか、女の人いたじゃん、あの、への字口の。いや、わかんないっす。どんな子かなと思って、とりあえず仮ですね。髪型はツインテールとかぶるかな。髪黒くしちゃえば問題ないか。栗山千明さんじゃない、環境局の人かな。
尾藤さん、確かそんな役名だった気がするな。テキパシした人ね。あの人なんかそんなむちゃくちゃ美人っていうわけではないんだけど、光るものありますよね。キャラが勝ってて。あんまりうまく描けなかったな、この駒。なんだよ。喋りながらじゃダメだ。さんみたいになりてえな。皆川さんはペラペラ喋りながらすげえ勢いで返したからな。まあ何度かこの配信でも言いましたけどね、昔あのアームズとスプリガンのね、あの皆川先生とね、机を並べて絵を描いてたことがありましてですね、うちのあのアイシールド手伝ってくれてたチーフのアシスタントが、その皆川さんのとこのチーフアシ、元チーフアシだった人で、その人はね、ご自宅の新築祝いにね、あの皆川先生と俺と駆けつけたんですけど、じゃあちょっとなんかページ書いてってくださいよって言われてその時にその元チーフのねスタッフさんが連載持ってて、皆川さんと一緒にね、じゃあこれ書いてくださいって言って観客席のね、すげえわーって盛り上がってるところと見開き等を渡されてああ先生はね、ビラビラって喋りながら、なんかもうペン先からなんかろくに下書きもせずね、人物がニョキニョキ生えてくるんですよいうぐらいのスピードでしたね。早かったな。俺ペン、その頃まだ完全アナログでね、あのペンタブ触ったこともなかったから、その時液晶タブレットで書いてくださいっつって、いやもう原稿とあんまり感覚変わんないですから書けますよっつって書かされたんだけど、全然書けなくてしまいにはお腹が痛くなるというね。ブラブラーって喋りながらね、原稿できたらいいんだけどね。仕事中って情報遮断してるような状況だから、新しいね情報がスタッフさんの喋りとかから入ってこないんですよ。うちテレビないし、買えばいいのにね何か下したっていうか、なんかもうちょっとストレスでお腹が痛くなっちゃいましたね。絵描くの好きなのに、なんでこんなペンタブなんて描きにくいもんで描かなきゃいけねえんだよって、その時は思いましたね。もう今は慣れましたけど、当時は全然描けなくてストレスでしたね。観客のブラシ使う観客のブラシか。皆川先生の各観客が出てくるブラシだったら使いたいな俺もあのクオリティの観客が生えてくるブラシだったら俺使いたいよ。まあすごかった。
俺が見た中で、生で書いてるとこ見た中で、本当早いなって思ったのは、皆川さんと、寺田克也さんと、あと、キム・ジョンギ先生ですね。もう三方がすごかった。まあまあ、俺もね、その域にたどり着くべく、鍛錬は積んでますが。そうですね。ただ僕が見た中で、見たのがその3人っていうだけで、他にもやっぱ早い方いらっしゃると思いますけどね。プロはとりあえず早くないとどうしようもないですから。早くないとダメなんですよ、もう。早くないとね、食っていけないから。ダメだ、なんだろう、適当な感じになっちゃったな。なんで、こいつだけ書き直そうかな。別類ある、時間がもったいねえや。前のプリズナーだけ行きで、奥のちょっと怪人だけ書き直します。ちょっと紙小さくして、ね、時間短縮です。皆川先生の話もしたし、ね、ちょっと早めに書きます。早めに書いちゃいますよ。早くなる中年。よいしょ。
うん。
目玉の飛び出しが足りないね。なんだそりゃ。飛び出し方が足りない。
指の数間違えた。くそ。
なんだかな。もうパッとしねえな。パッとしねえのはなんでだ。他の動画とか配信は問題なく見れるんですけどね。なんだろうね。なぜかユーストリームだけすぐ真っ暗になるんですよ。よいしょ。なんでしょうね。
このページはなんかパンチの連打だけだから比較的早く終わるかと思ったらとんでもねえな。とんでもねえな。終わらねえ、終わらねえ。そう。おさんだな。何が良くねえのか分かったぞ。
一発一発が軽そうに見えたらダメなんだよね。一発一発全部に殺意を込めて撃てっていうのが深海王から教わったことだから。全部致命傷に見えなきゃダメなんだよね。悩むな。
方がスピード感があったような気がするんだよな。悩むね。頭だけ差し替えるか。うん、頭だけこっちにして、ということはちょっとへこみの大きさも変えなきゃいけないね。ややこしいな。そうだね、へこみはばらつきだった方がいいかもしれないですね。あ、こっちの方がなんか持ち上がってるような勢いがあっていいですよね、多分。その方がいいよね、多分ね。よし。意外とそういうもんだね。書き直しても最初の方が一応やってよかったわっていうのは結構あることだよな。ちょっとね、時間かかりましたね。ちThank you.
おやすみなさい。
これ見た後、これ見るとやられが足りない感じがするね。ダメージ描写が足りない感じがするな。プリズナー丈夫いね。変なとこで時間かかっちゃったな。ここだとそんなにデスピサロに見えないんだけどなぁ。そういうのねえか。デスピサロっぽいかな。角と、でけえ角とやっぱこのカネゴみたいな顔の形があるとそれっぽく見えちゃうのかな。
でそしたらこんなだよね。デデデデーンと昔よく書いた。確かに似てます。似てたらやばいんだよ。すごいよな、鳥山さんはシンプルな線でこんな特徴的なのを作っちゃうんだもんな。スタークが俺スタークって鼻あったっけ？こんなだよね。書いてからこいつを見るとかっこ悪いスタークの方がかっこいいな。しょ、バカ野郎。おかしいな、かっこよくなる予定だったんだけどな。ツイッターに上げてください。これを。これで締め切り間に合わなかったら村田は何やってんだって話になっちゃうけど、あげちゃうか。
そうっす。言えたら多分嵐来ますよ。本当ですね。この野郎、嵐の野郎。許せねえ。ゾーマも書いてやる。小学生の頃すげえ書きましたからね。指導はあんま書いたことないな。そういや、ドラクエ2は随分後になってからやったからな。指導はもう覚えてないけど、どんなやったっけ。あれだよね、天下一武道会の壁にくっついてるやつみたいな顔してるやつだよね。指導なんてパッケージに書いてあるんだからそんな難しくはないはず。どうだっけ。こんな顔だっけ。これハーゴンか。あれあれどうだっけ。指導はあんま覚えてないや。代わりバラモスだったら書けるよ。バラモスは全然かっこよく見えないよね。バラモス。竜王はこれしか覚えてないな。あとなんか竜王は正体表したら普通にドラゴンですもんね。こんなだったよね。シンプルだよな。竜王ってさ、あれですよね。ディズニーのさ、眠れる森の美女とかの、あの敵の魔女とか、あの辺多分イメージですよね。この謎のこの頭の頭巾だか髪なのかよくわからない、この感じ。まあもうここにも髪の毛あったっけ。マレフィセント、そう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 。
と何だろうな。あと何だろうなじゃねえよ。いや、仕事しろや。仕事しろや。仕事中の落書きは楽しすぎるから禁止です。あと何書いたかな。うさぎ、オーガラス。ハグレメトルとかはだってこれでしょ。これでしょ。俺なんか鳥山さんの絵が好きなんだけど、なんかそのジャンプがね、しばらく買えなかったから、テレビのドット絵を見ながらね、スライムを描いてたから、俺が落書きで描くスライムはね、角張ってたんですよ。こんなんだと思ってた。正解はこうだったんですね。ちょっと すごい密度になっちゃったで。何やってんの。覚えてるもんですね。ツイッターにちょっと上げていくか。原
行です。原稿の隅にっていうのは伏せて、無理か 伏せらんねえか。ありました。いや、仕事、何をやってんだかな、もう。いや、しかし久しぶりに書いてみると鳥山さんのデザインのうまさが際立ってわかるな。
シンプルな線なのに、なんという説得力。いうとこを目指さないといけないな。後でっていうか今消しますよ スーパーファミコンになると FF の天野義孝さんの複雑なデザインが生きてくる。なるほど、確かにな。ただラスボスだとかね、そのキャラクター単体で見るとやっぱり FF より鳥山さんのねドラクエの方がキャラは立ってたかなって思いますけどね。もうどうなのかな、あの辺はデザインのそのコンセプトのうまさもあったんじゃないかなっていう気もしますけどね。なんだっけな、鳥山先生がキャラデザした格闘ゲームって知ってます？トバルナンバーワンってやつ。あれとか正直デザインひどかったもんね だからやっぱり堀井雄二さんのあの企画力、そのコンセプトを決める力っていうのもデザインはねやっぱり重要だから、そこは大きかったんじゃないかな。トバルナンバーワンはしかしなんであんな感じになっちゃったんだろうな。鳥山先生に自由に書いてくださいっつって、ああいう感じになったのかな。まあ鳥山さんにしてはなんかちょっとリアルに寄せた感じのタッチになってましたもんね。
バーチャファイターとか意識したのかな。鳥山さんも新しいこと試したかったんだろうけど、やっぱドラゴンボールみたいなね、悟空みたいな主人公をちょっと期待してしまうよね。鳥山先生がデザインするってなると。ソバルナンバーワンはなんかあれらしいですね。あの FF7 の体験版が一緒についてきたから、その注目度もかなり手伝ってっていうことみたいでしたけど、結構売り上げてて。妖術師か。妖術師？妖術師は、なんかこんな顔したやつだっけ？また落書き、また落書きしたら止まんないじゃん。止まんないじゃん。もう。そう、キャラの目に光がないですね、とはね、そう。キャラがね、なんかシュッとしたスーパーマンみたいな顔してんだよね。もうなんかさっきのでだいぶ落書きによって MP が回復したので、ヒットポイントが減ったらもう寝るしかないですけど、 MP は落書きで回復するんですよ。ドラクエ風に説明しましたけど、パペットマンに不思議な踊りを踊られると吸い取られてしまうんですよ。ドラクエの勇者の名前はやはりユウスケだったんでしょうか。ああ、ドラクエの名前はね、アルファ、ガンマ、シータ、
デルタだったかな。アルパ、ガンマ、シータ、デルタだったと思います。カール・ウィンソンが好きだったんで、お父さんのね、あの漫画に出てくるお父さんの、あれが重装甲の名前が全部アルファとかガンマとかイプシロンとか、そんなノリだったんで、そんな影響ですかね。昔は内緒にするって言ってませんでしたか。それはあれですよ。好きな女の子の名前を入れた場合でしょ。ギリシャの数字ですね。文字。確かその小学生の頃それつけてた時は意味すらよく分かってなかったと思います。漫画の中で使われてたから使ってたっていうぐらいで。ただファンタジーのキャラの名前としてはありかなと思って。好きな女の子の名前入れますよね。好きな女の子と冒険、旅に出たいですよね。腕の長さが。
おかしい。しょうがないな。パソコンで修正するしかねえ。飯いっぱい食ったし、蓋頑張りしないとね。うわ、クソ、またこすった。よいしょ。僕の手元に発売日の何日前に届くか。17巻は、まあ、3日前とかそんなもんですよ。だいぶ、キンキンになってから届く感じです。よいしょ。ちょっと単行本での手直しを諦めちゃった部分もあるからな。そこが残念ですね。やばい、もう12時だ。
さっきの指導がちょっと書き方分かんなかったのはちょっと糸引いてんですけど ちょっと引きずってんですけど、検索していいですかね。指導の正解をちょっと見てみたいんですけど。ドドドディドドドディドド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 
こんな顔だ。そうだ。角生えてたな。そうだ。こんなだった。そうだ、尻尾が蛇なのね。なるほどね。なんか天下一武道会の壁のレリーフみたいな顔してるって思ってたけど、あんまそうでもないですね。そっかそっか。今回覚えたからもう次から書けるぞ。顔は蛇みたいな感じなのね。なるほどね。しかしまあやっぱよくできたデザインだね。ありがとうございました。 ありがとうございました。覚えました。
何？ネロスがムカデ長老の口に入った時に顔の傷が治ってる水があった。マジで治してないな。もう今からじゃ無理だね。マジか、そんなミスあったっけ。ついでだからハーゴンも覚えときゃよかったな。検索ついでに。よいしょ。ああ、数秒で溶かしてるっつった時に、血液、いや、血、目から流れてる血がなくなったってことかな。ああ、なんだろうね。秒で顔を洗ったんじゃない？ なんだそれ。そうですね、もう直せないですね。そうですね、先生イズスリーピーですね。
今日はきついな きついけど今日の収穫はあったぞ。指導の書き方を覚えた。いい仕事をした。やっぱりベホイミ、いいね、そんなベホイミ。私ちょっと前までド S のなんか入コスチュームとか書いて MP を回復してましたけど、ちょっと時間をかけすぎちゃって飽きちゃいましたね。チャラララチャチャチャーン。ユウスケはレベルが上がった。指導の書き方を覚えた。力が2上がった。賢さは3下がった。やる気は10上がった。
は漫画パワーを誘う、うまいですね、じいさん。こんばんは。賢さ下がると魔力も下がるのでは。ああ、まあいいんですよ。もう大木槌みたいなもんだから。大木槌だっけ、ブラウニーだっけ、あの、か、当たると会心の一撃のやつ。ハンマー、最終的にはハンマー、殴るしかしゃべれない。ミスターインクレディブル2、あれミスターインクレディブル2もあれですかね、ブラッドバード監督なんですかね。
同じく脚本監督両方ブラッド・バードさんだそうです。おお、脚本監督、あと声優もやってますよね、あの人。すごいよな。あのファッションデザイナーの、あのスーツ設計するあの人がブラッド・バード監督、おばちゃんの声当ててんだもんな、すげえよ。江戸のおばちゃん、ああそうなんですよ。江戸のおばちゃんうまいですよね。 あれ監督さんなんですよね。俺はミスターインクレディブルの1がね、すげえ好きで、めっちゃメイキングとかも見返してたんですけど、コメンタリーとかね、ブラッド・バード監督のコメンタリー面白いんですよ、すげえためになるし。ウドナさんが好きであれば2もぜひ見てください。おお、やっぱり大活躍するんですね。その作品作りに関するこだわりだとかね、アニメに対してどういうスタン、アニメというか、まあ自分が関わる作品に関してどういうふうに、作品に対してね、どういうふうなスタンスでいるかとかね、いろいろ語ってくれるんですよね、キャラクターのことについても。アニメーターのね、まあ CG アニメとはいえ、やっぱりね、あの普通のアニメと同じで、パートごとに担当してる人が違ったりとかして、よくよく見てると動きの癖とかそういうのが出てるんですよね。すごい、あの頃ってすごいビニール人形みたいな質感だったんで、 CG 人形丸出し感がすごかったんですけど、インクレディブルの1。だから余計にこう動かし方の違いみたいなのがすごい際立ってたんですよね。パペットアニメーションみたいな動かし方で動かすことにこだわりがある人と、リアルな人間の動き方を追求する人とで、やっぱそれぞれ違って。で、やっぱ監督もね、そのそれぞれのその携わってくれたスタッフさんにね、すごい感謝してて、もう全員の名前を挙げたいぐらいだよ、ここで、っつって。なるべくそのアニメーターさんの特色だとかをコメンタリーで説明しようとしてましたね。あら、スタッフさんも嬉しいんじゃないかな。一番印象的だったのは、あれですよね。僕はアニメを作るけど、アニメというのは、まあその僕がこだわりたいのは人間ドラマであって、それであれば表現の手法は問わないと。まあ実際実写映画も撮る人ですしね。なんだっけ、ミッションインポッシブルだったかな、とかの監督もやられてますよね。
架空の世界に生きてる人間を、架空の世界のに登場人物たちに血を通わすのが僕の仕事だからっていう、そういうスタンスの人でね、かっこいいなと思いますね。だけどアニメーションに対してのなんかこう、あれは、愛情みたいなのはやっぱかなり強い方で。もう、アニメのことをジャンルとか抜かすやつはぶっ殺してやるみたいなことを言ってましたね。アニメはジャンルではなくて表現手法であって、書かなきゃいけないことっていうのは、その人間同士のドラマであって、架空の人物たちに血を通わすことが一番大事なんであって、それは実写であろうがアニメーションであろうがやらなきゃいけないことは変わらないと。だからジャンルとしてなんか違うもの、アニメと実写が違うものみたいな扱いをしてるやつを見ると、バカかと アホかと思うんですよみたいなことをね、力説されてましたね。ああ、ブラッドバードさんはレミーの美味しいです。